12戦フランス GP、トップを走行中のフェラーリ、ルクレールは、突如姿勢を乱して、コースアウト、タイヤバリアに衝突しリタイヤしました。チャンピオンシップを狙う上で、大変痛いリタイヤでした。直後には、マシンの不具合を示唆するようなマイコム線がありましたので、またスロットルケーブルかなと思いました。今回のルクレールのコメントを見ると、違うようですね。まだ詳細までは分かっていないようですが。おそらく違うと思います。 ルクレールの場合、仮にマシンの不具合であれば、徹底的に問題にします。今回の発言を見る限りにおいてはそれはないでしょうし、チームをかばっているとも思いません。ここに来ていたいミスだと思います。シャルルルクレールは、単独で、マシンのコントロールを失ってタイヤバリアにクラッシュし、レースを自ら終えた。クラッシュした直後、無線でオーストリアでも見舞われたスロットルの問題が再発したことを示唆していたシャルル,ルクレールだが、実際には、 すべて自分自身のミスだったとスカイスポーツ F1 に語った。自分のキャリアの中で最高のレベルでパフォーマンスしていると思っていると言ってきたけど、このようなミスを続けていれば非常に高いレベルでパフォーマンスができていたとしても無意味だとシャルル・ルクレールは続けた。プッシュしすぎてリアを失っただけだ。僕にとっては非常に困難な週末だった。車のバランスに苦労した。ポール・リカールのようにこのように暖かい時は 一貫性を保つのが非常に難しく、ラップをまとめるのが非常に困難だった。間違った瞬間にミスをしてしまった。痛いミスですが、本人が一番に痛みを感じていると思います。